お手手つなぐよ。お手手。あ、妹を思い出してつい。ごめん、違くて。いえ、力の限りつなぎます。加減してだと思ってほしいじゃないか。その気持ちはわかりますが。まあまあ、それにしても本当に広いですね。管理するだけでも骨が折れそうです。いっそ住み込みのメイドでも雇っちゃおうか。 Well, if you'd allow me to read your thoughts, I could get us all there a lot faster. Then by all means. ひかり、キスした経験が。あ、それで相手は先生。ほっぺに。ああ、若様のお手、私より少し大きいのですね。幸せです。この時が永遠に続けばいいのに。止まれ。あそこなんか重い。マジ疲れたわ。いやいや、俺めっちゃ盛り上げるからさ。サシが無理なら俺も行こっか。ダブルでさ。ヨッシーも来ちゃう。あーし、決まり。いいじゃん。メイドさんですか。いいですね。ん？わかりました。幼なじみ？男も女もか？うん。白髪と違って一方は大胆でもう一方はヤンキーっていうか。なんだ、そうだったのだな。父でかっ。おー、あれがあなたが本人の意思に関わらずキスをしたいという檜山あかねさんですか。檜山さん、その子とキスしちゃったの？なんだ、ほっぺか。私も妹によくされるしな。ほっぺたか。でもちょっと羨ましい。ちょっとご主人様、私がいない状態で何ハーレム楽しんでんのよ。ご主人様、もうすぐ朝毛の準備ができるので起床してください。ごめんなさい、私ったら寝ぼけて。やったんだけどよ、さっきから続々お前の部屋に女が入っていくからよ。どうしたもんかなって。エロいパーティーでもやってんの？今すぐ口を閉じろ。あのなヒューマンども、我らの森に何をしに来た。あれが森の管理者。怪しいものではありません。話を聞いてください。31秒。いや、やっぱなしで。そうですね。なんでですか。これ以上ベル君が目移りする対象を増やしてたまるもんか。今後はリリが厳しくチェックしていかないと。びっくりした。でもどうして。先生がヴァンパイアのこといろいろ聞くからいたずらしたの。はあ。俺、檜山さんと付き合ってないよね。目の前で浮気相手とイチャイチャしてんじゃないわよ。危なかった。ちょ、なんですか、いきなり。すまない、どうやら私の考えすぎだったようだ。授業を始める前に今日から転校してきた仲間を紹介する。トリマ、駅行ってから考えるって。マイセンじゃん、チーズ。帰ろう。
31秒。若さまとの幸せなひととき、よくも邪魔してくれたわね。何か邪悪なものが垂れ流しに。こっちから魔力を感じる。え、さっきの冒険者。いいな。入ってこい。皆さん、はじめまして。この度、この学校に転校してきました。はあ？帰りましょう、先輩。じゃあね。行きましょう、先輩。いいから逃げろ。まあ、檜山さんはその人を容赦なく殺すでしょうけど。ああ、私とですか。やっぱ無理なの。あ、見つけた。パウロメ。バカ言うんじゃない。あれは俺の知ってるお嬢様とは違う不良漫画の主人公だ。シシドシホです。次女なんでよろしく。私たちのものよ。一つ残らずいただくわ。なんでそうなる。やはりか、コソ泥どもめ。待って、落ち着いて。それに私みたいな仕込めの顔を朝から見せちゃって。気にしないでいいから。それに俺はルルの顔を可愛いと思うよ。可愛い、あんな熱のこもった目で見つめられて気づかないはずないじゃない。いつの間にかこんな女と。檜山さん。でもその女とキスしたんだよね。今すげえいい流れだったのに。さっきみたいに生き返らないようにズタズタにしてやる。よし、カナコ、俺たちの関係と弁当について解説を頼む。私、京介と付き合ってるから愛妻弁当。よし、帰るか。待ってよ。若さま食べていいですよね。全部やっちゃっていいですよね。ダメ、一番落ち着け。そこの女、紅レンゲの匂いがする。匂いって、前に花を調べた時の。もう何日も前だぞ。もう捨てられっかよ。起動シークエンスを実行。実行完了。ワン。なんで吠えた？とりあえず吠えとけって刑事が。誰から？私から。刑事は自分から来ない。ナイスツッコミ。しかし、罪は罪。